セル神戸が関西ダービーで3発快勝し、首位を守った。MF ゆるき、ゆるき、安成27が今季初得点を含む2発。後半10分に FK のこぼれ球を右足で豪快に叩き込む。同23分には佐々木のクロスを軸足の裏を通す技ありシュートで流し込んだ。2得点は昨年8月13日札幌戦以来。端正な顔立ちの MF は焦りがありました。アタッカーなのでゴールかアシストをしないといけない。結果を出すためにもがいていたと充実感に浸った横浜の下部組織で育ち、14年に J2 山形入り。浦和を経て昨季から神戸に移った。親交の深い浦和 MF 妙本光弘が前日3月31日の柏戦で2戦連発を決めたのを映像で見たという、秋、妙本に負けちゃダメだな、と。一番のモチベーションになった。ゆるきの2発で勢いに乗り FW 大迫がダメ押し弾。今季4度目の完封勝利に、吉田監督は、それぞれが役割を果たしてくれた、と喜んだ。